調査官の仕事量を本部にアップロードしたので、新しい任務を受ける準備をしておいてください。この猫耳には多数の精密部品が装着されており、人為的な破損に起因する修理費用は弁償できませんのでご注意ください。あまり心配しないでください。AI アシスタントとして調査官を全力でサポートいたします。これからは。調査官、ご心配なく。戦闘員たちにはすでに状況を伝えました。調査官、大丈夫ですか？昨日はちゃんと休めなかったのですか？不調を感じたのなら遠慮なく言ってください。シロはボディースキャンサービスを提供し、心身の現状を察知し、最適な状態を維持するお手伝いができます。わかりました。次にベイカー街のドロップポイントを浄化し、エモーション素材、これらの素材は料理の調理に必要な特別な食材でもあり。掃除モードオン。ローラースケートの準備ができました。いつでも出撃できます。攻撃実行。攻撃実行。感じたか？それらこそエモーション粒子だ。落ち着いて。あなた、私の名はナカ。そう、新海市を作ったあの。事情はとても複雑だわ。見ての通り、あなたにはエモーション粒子が見える。あなたが感じた通り、その恐怖感こそがあなたが持ったと、あなたの若者ドロップポイント、彼らがそれ。任務無事完了しました。一緒に帰りましょう、調査官。予想以上に順調ですね。調査官は店舗経営の才能に恵まれているようです。準備が整いました。
あと一歩で開業できます。やっほー、誰かいませんか？データを読み込み中。マンディ、近くの住民、高校生。エモーション状態良好。調査官、この方はレストランの潜在顧客かもしれません。はい、調査官。誤解を避けるために、実情の知らない者がいる場合、店長と呼ばせていただきます。いらっしゃいませ、お客様。こんにちは、私はマンディ。ここにパトスレストランができるって本当ですか？はい、申し訳ありませんが、ただいまオープン準備中です。ご注文をお受けいたしかねます。ちょうど近くを通りかかったので気になって聞いてみたんです。お邪魔じゃないといいんですけど。でもよかった、ついにこのベイカーストリートにもパトスレストランがオープンするんですね。遠くまで行かなくってもパトス料理が食べられるって最高。ここは最近エモーション環境が最悪なんです。みんなこの街に来ようとしなくなりました。そうなんです、カイがしょっちゅう街を荒らし回るせいで、たくさんのお店が閉店になりましたよ。生き残ってる店は隣のファルスタお姉ちゃんの花屋だけになっちゃった。昔はあんなに賑やかだったのに。ご心配なく、我が店長がいればこの一帯のエモーション環境は必ず徐々に改善されます。え、店長さんなんですか？うわっかーい、私てっきり同い年だと。あ、ごめんなさい、私また自分のことばっかり喋っちゃって。レストラン早くオープンするといいですね。必ず来ます。若者は好感を抱く相手を前にすると緊張してうまく振る舞えないことが多いです。調査官、もしかしたらすごくモテるかもしれません。根拠となるデータはありませんが、親近感を覚えます。しかし、この好感度はシステムが設定した初期値を超えています。ただ、最新の AI は、それぞれにユニークな個性と豊かな感情フィードバックシステムが実装されています。この親近感も、たまたま調査官と私の性格の相性が良かったからだと考えられます。調査官、この一帯のエモーション環境を改善するため、一刻も早く営業を開始してください。お疲れ様です、調査官。レストランの経営は徐々に軌道に乗り始めました。事業報告書を定期的にチェックして、スタッフのローテーションを合理化し、時間帯に適したセットメニューの用意をお忘れなく。これらは住民たちのエモーションをより効果的に安定させ、エモーション環境を改善する大きな助けとなります。シロ、調査官の配属手続きは終わりましたか？チームのチャットグループは配属手続きが終わった直後に自動的に追加されます。
配属手続きは完了しました。五条広場で高級開花物が活動している模様、支援を要請する。調査官、位置情報によると戦闘員アスラはこの近くにいるみたいです。失踪事件の近くの店は早く閉まるし、住民たちは暗くなると外出を控えます。はい、ストームアイは最近10件以上の行方不明届を受理しました。気をつけてください。この声にはエモーションエネルギーが帯びています。あなたたち二人だけで？ストームアイも懲りないね。身の程を知った方がいいわよ。身の程知らず、身の程知らずその反応だとあなたの知り合いかしら。でももうあなたの知っている彼女じゃないわ。彼女の心は弱くてね、ちょっと衝撃を与えただけで砕けそうになったの。ねえ、私のところへおいでよ。ぬいぐるみにして可愛がってあげるわ。あなたの瞳は悲しみに満ちている。かわいそうな羊ちゃんへの哀れみなのかしら。焦らないの、いい子たち。もうすぐあなたたちの番よ。ご主人様のぬいぐるみになるのは私の光栄です。落ち着いてください、調査官。あれはアスラではありません。アスラ、今帰還しました。開花物との戦闘で遅れてしまいました。すみません。無実な人々を傷つける悪党は私に任せてください。もう鬱陶しい。私はフェリニアンスなんかじゃない、王の親族よ。まあいい、あなたたちのような傲慢な奴には理解できないわ。全員まとめて死ぬがいい。死ね掃除モードオン。調査官、戦闘に専念してください。行きます。これは役に立ちそう。ターゲット弱点、ロックオン。
はストームアイのメンバーです。もう手遅れです。彼女は完全に開花しました。もう来た、シルベッティ。あー、おだまり。劣等な生物に名前を呼ばれるなんて気持ち悪い。あなたたちのせいで私の可愛いぬいぐるみが台無しよ。あなたが調査官ね。今度会う時はプレゼントを用意してあげるわ。出来損ないの二人は深海市の空気を。あれは特殊なイカ能力だと思います。厳密に言うと相手はもう普通のフェリニアンスとは呼べません。黒猫です。人間の開花の次が純黒者なら、黒猫はフェリニアンスがエモーション粒子に汚染された産物です。はい、私も初めて見ました。エモーション粒子がフェリニアンスにもたらしたのは力だけじゃありません。肝心なのは犯人を逃がしたことです。今のところ追跡方法はありません。先ほどエモーション数値を記録しました。ちょうどいい、知り合いに追跡が得意なフェリニアンスがいます。連絡します。わかりました。では次はどうしますか、調査官。かしこまりました。私がママよ。よしよし、怖がらないで。あなたもぬいぐるみになれば怖くないよ。危ないです、私が。もう間に合いません。距離が近すぎて調査官が開花する可能性は。調査官。掃除作業完了。調査官、しばらくの間休んでいてください。私も手伝います。調査官、調査官。シロ、調査官どうしたんだ。なんで起きないんですか。エモーションデータ正常、開花ではない。心拍数も正常だが自発呼吸が弱い。過労による昏睡の可能性あり。アスラ、直ちに心肺蘇生と人工呼吸を。人工呼吸？応急手当はスト
トムアイの基礎トレーニングプログラムです。何か問題が？問題ない。わかりました。目が覚めました。おい、配属初日にトラブルを起こしてどうするつもりだ。申し訳ございません、調査長。私のせいです。パトロール中に事件現場に出くわしましたので。アスラだな。君のせいじゃない。敵があまりにも生意気すぎるからだ。状況は分かっている。上はこの事件は危険だ。先行していた2つのチームも敗れ、君たちのチームは結成されたばかりだし、パトスレストランを経営する任務もある。3日後、この件を別のチームに移管する。この3日間、俺が何とかしてやる。ここまでだ。そもそも君がそんな危険なことをすべきじゃなかったし、もし君に何かあったらどうする。これで決まりだ。これ以上口うるさく言うなら。調査官、ホーウェル調査長といえども理由なく誰かを移動させられないです。本部に不服申し立てをする必要。客観的に判断すれば行方不明事件は非常に危険であり、新人チームには不向きです。あなたが強いエモーションダメージを受けたという事実も相まって。何の音だ？だって宇宙一キュートでスマートな天才美少女、このアイコ様なんだもん。やっほー、びっくりしたかにゃ。あれ、アスラ尻尾の毛が立ってるよ。あ、アイコ。あら、怖いにゃ。アイコ、アクセスカードを忘れちゃって別の入り方を探していたの。犯人を追いかけさせたアスラが悪いにゃ。知らせを受けてすぐに駆けつけたからにゃ。あ、調査官、こちらはもう一人の戦闘員、アイコです。ちょっと派手ないでたちですが、アイコはメカニックと情報技術に関して天才と言っても過言ではありません。へへ、褒めてくれてありがとう。天才だなんてただの趣味だにゃ。そうだ、アイコはすっごいものを持ってきたにゃ。ご覧ください。エモーション粒子のデータからターゲットの居場所を正確に特定できるトラッキングキャットだにゃ。ちょっとした E システムのアクセス権限を借りれば街中の不審なターゲットを探索できるよ。アスラから提供された戦闘データに基づいて、ほら、ここ、それとここ、なぜかこの2箇所に容疑者のエモーション情報と一致する部分が多い。失礼、 E システムは深海市全体の管理中枢であり、承認なしに管理権限を移譲することは不可能です。その借りるというのはアクセス権を盗むためにシステムをハッキングしたということでしょうか。そんなわけにゃいよ。アイコはいい子だから、こっそり E システムに侵入したりはしないよ。それに盗むだなんてひどいよ。これは操作のため、技術の進歩のためだ。そうだよね、調査官。調査官がそこまで言うのなら、今回は先に行動すればいい。今宿の許可要請の埋め合わせはしますが。分かった分かった、さすがシロ、真面目だにゃ。早く行こう、アイコは犯人を裁くのが待ちきれない。2箇所あるので二手に分かれる必要があります。シロはアイコと共に向かいます。彼女が権限乱用しないように監督します。
調査官はアスラと組んでください。待ってください調査官、パトス料理をまだ食べていませんよ。行こう。やだ。ターゲット発見。カイを倒せばいい。ウォームアップはバッチリ。参りましょうか。調査官、攻撃実行。調査官、戦闘に専念してください。調査官、これらのウサギぬいぐるみの会はクソったれ、共犯者め、鬼め誘拐犯の口からそんな言葉が出るなんて。偽善の皮をかぶっても悪であることに変わりはないだろう。このやめてお姉さんたち、パパとママを助けてください。怖い、エリー怖いの。パパとママが化け物になっちゃう。エリー、掃除作業完了。自分の子供さえ守れない不適格な親を。エリー、私のエリー。踊れ、娘を返せ。パパ、ママ。私の娘を返してくれ。くそ、一体エリーをどこに。ストームアイの奴らを殺せば。調査官、気をつけてください。ウォームアップはバッチリ。参りましょうか。
死にたくなければ。え、調査官、戦闘に専念してください。ストームアイの犬ども、諦めろ。強すぎる。バカな、こいつらはただの開花者じゃない。思い上がりにも程がある。怪をどれだけ知ってると思ってるんだ。これからも傲慢でいても構わない。いつかこの深海市は我々のものになります。ちょっとお困りかな、調査官。アイコは間に合ったようだにゃ。まだ仲間がいるとは卑怯だ。まあいい、私が望むなら周りの人間たちは皆私の仲間になる。待ってろ、すぐエリーを取り戻す。いいこと言い残して建物の中に逃げるなんて。調査官、追撃しますか。敵は強い。アイコとシロがいても勝ち目はありません。万が一挑発に乗れば周囲の一般市民を巻き添えにするかもしれません。ここに来る途中すでに支援を要請していますが、ここ数年ストームアイはひどく人手不足で、中央区から離れれば離れるほど状況は悪化しています。南港区に近いこの場所なら、失踪事件で近隣のパトロール隊が支援のために中央区に集まったこともあり、調査官、最近蓄積された素材は武装レベルアップの条件を満たしています。今回は自分たちでやるしかないみたいです。任務無事完了しました。一緒に帰りましょう、調査官。機能アップグレード完了。スケートシューズは完璧に調整された。グレードが完了しました。さらにパワーアップしました。アイコは準備万端よ。早くあのウサギ野郎を懲らしめてやろう。パパとママは化け物になっちゃったの。ああ、忘れるところだった。子供が一人いたね。この子はどうする。いやだ、エリーは家に帰る。パパとママに会いたい。彼らはすでに怪になった。もうあなたの両親じゃない。エリーのパパとママはもういないの。もうアスラったら子供を驚かさないでよ。調査官、どうすればいい。大丈夫、アイコに任せて。エリーちゃんだったよね。お兄ちゃんたちは今あなたの両親つけた
悪いやつを捕まえに行くんだ。うん、エリーはいい子にする。よくぞ来ました。死にたい、殺してくれ。俺のせいだ。パパ、ママ、どうしたの。そこに行っちゃダメ。ウォームアップはバッチリ。参りましょうか。調査官、戦闘に専念してください。飛べ。私の滑りを目に行きます。ターゲット弱点、ロックオン。確かに予想以上に手強い相手だ。次は必ずエリーを連れて行きます。また逃げるつもり？このトラッキングキャットがあればどこに逃げようとも無駄よ。あれ、ちょっとなんで矢印が消えた。先ほどの矢印と同じく突然消えたのですね。ああ、もう！エモーション検出器は街のあちこちに設置されてるでしょ？エモーション粒子を放出するだけで検測されるのに、どうやって姿を消したのよ？はあ？じゃあどう探せばいいのよ？深海市は超メガシティだよ！それより、目下の問題を解決しましょう。エリーの両親にはまだ意識が残っています。確かにおかしいよね。本来なら消えるはずなのに。プルール？開花者が死後、エモーションエネルギーに分解される。その中の強い貝のエネルギーは花の形に具現化する。そのエネルギーの塊をエモーションフルールと呼ぶ。理論上
解が十分に強い場合。アイコ、リリーの年齢を考えて彼女の前でこういう話題をするのは控えてください。あ、ごめん、思わず答えてしまった。心配しないで、これはエリーちゃんのパパとママがまだ貝になっていない証拠だ。貝が死んだら花の海になるの？それはきっと綺麗だよね。エリーは怖くないよ。調査官、エリーの状態がおかしいです。パトス食品を使用して治療を行いますか？こちらは睡眠補助作用のあるパトススナックです。素早く精神を安定させる効果があります。成分は安全なので子供にも安心して使用できます。怖がらせる心配はない。どこまで話したっけ？おかしいです。前の戦闘ではすでに開花したはずです。それに普通の貝よりずっと強かった。はい、機器によるテスト記録結果はアスラの判断と一致しています。しかし現在の数値は初期の情緒病の範囲に戻っております。その数値だと開花者に認定できません。でも開花は逆転が不可能でしょ。そういうむずい問題は ERC に任せようよ。アイコたちはあの悪い奴らを捕まえることに専念すればいいの。あれ、真夜中に鐘の音が。もうこんな時間だよ。今宿の時計台は労働者たちと同じように真夜中でも仕事を辞めません。もう0時を過ぎてる？時間が経つの早すぎるよ。初日からこんなに遅くまで残業するとは。ねえ、リサイクル班はまだ来てないの？リサーチ班です。リサイクル班じゃありません。すでに到着しています。アイコ。でもみんなはいつもリサイクル班って呼んでるもん。リサイクル班？おい、誰だか知らないがさっきの発言を取り消せ。林、声がでかい。礼儀がなってないぞ。調査官、失礼しました。リサーチ班2組の隊長修玄だ。こいつはうちの新入りでまだ何も分かってないやつだから。大丈夫だ、共にストームアイで働く仲間だし。隊長。おいおい林、どうしたんだ君は。超物証とエモーション残留物の回収は俺らの仕事だ。リサイクル班と呼ばれても何の問題もないだろう。あの、アイコはわざと言ったんじゃないの？みんながそう言ってるからつい。隊長、隣で物証を集めてきます。調査官、もしかしてアイコやらかした？あまり自分を責めるな。最近残業が多いからパトス料理を食べ損なってな。しかし最近市内のパトスレストランに何かあったらしい。何軒も閉店になったんだ。それに対して上が全く動いてくれなかった。そうだ、パトスレストランを担当する特別調査チームは調査官だって配属初日にこんなに危険な事件を調査。俺には一目で分かった。調査官はとても有能な若者だ。
気合十分なのはいいが、こき使われないように気をつけた方がいい。このストームアイはもう君の知っているストームアイじゃないんだ。任務無事完了しました。一緒に帰りましょう、調査官。機械のことならアイコが知らないことはない。